皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは。トッサン TV、トッサンでございます。さあ、本日も始まりました、トッサン TV 安全保障ニュースでございますが、本日は、ロシアの珍しい兵器が破壊された模様でございます。あと、後半は、またロシア国内で、ロシア崩壊に向けた動きというのが確認できましたので、共有を続けていきたいと思います。では参ります。まず、珍しい兵器でございますけれども、こちら、カツさんでございます。よろしくお願いします。カツさん、日本人の方なんですが、奥様がウクライナ人、日本在住ということで、今回のロシアの侵略戦争、非常に身近にですね、感じながら、ウクライナを支援している方でございます。よろしくお願いします。破壊された NEBOSVU レーダー、おそらくウクライナで見つかったのは初ということなんですが、これがすごい高性能だということ。F-22、B-2、F-35 戦闘機も検出可能という超高性能レーダーということなんですが、要するに、現代のまあ最新型のようなものの ステルス機ですね。こういうものも検出することができる非常に珍しいレーダーだということです。ロシアが何機保有しているかはわかりませんけれども、本当にまあ数機とかってそういうレベルのレーダーじゃないかなというふうに思います。ちなみにウクライナが飛ばしている戦闘機保持しているものだと SU-25 にステルス性能があるかもしれませんね。ちょっとそこ軍事詳しい方に委ねたいんですけれども、SU-25 ぐらいかなと思います。うん。とにかく、ウクライナへの侵略戦争では、ちょっと使わなくて本来ではいいようなものまで投入していた。つまり、だいぶこれ兵器が枯渇している証拠なんじゃないの？しかも壊されちゃったねという情報ですね。こんな感じのレーダーだそうです。ものすごいたくさんのアンテナがついていますね。うん。これがまあ破壊されたということで、動画付きで証拠が上がってきたというものでございます。さらに珍しい兵器が壊されておりました。こちら、ウクレインフォルムからですね。今度は電子戦システムになりますけれども、ウクライナ防衛戦力、ロシアの珍しい電子戦システムを破壊ということなんですが、レプヤショクというものだそうですね。これ検索しても出てこないので、ちょっと姿をお見せすることができないんですけれども、ロシアで11台しかないみたいですね。そのうちの一つを破壊したということで、これもウクレインフォルムから来ました。ただしですね、100% ではないみたいですね。どうやら破壊した模様だというところで情報は止まってますけれども、まあこういう情報も出てきました。さらにですね、珍しくはないけれど珍しいという意味で、戦車の撃破のニュースなんですけれども、次は明宝さんです。よろしくお願いいたします。派手な黄色に塗装されたロシア軍の T-72B3 戦車がウクライナ北部で撃破されるっていうことなんですけれども、2021年のエカテリンブルグで行われた軍事パレードですね。去年の2年前かの軍事パレードで使われていたパレード用に装飾されたもの。これが戦場に投入されていたんですけれども、まあ迷彩柄みたいな感じで見えにくいような形に、塗装も切り替えられておらず、そのまま使われていたということですね。パレード用の戦車ももう持ち出さないといけないような状況になっているということです。あらゆる面でロシアやはり武器が足りなくなっているというのが、まあ確認できましたという、そういう話になりますね。で、なんでこういうことが起こるかというと、つい直近でもですね、はい、こちら、ヘルソンキャットさんでございます。よろしくお願いいたします。はい、つい最近でもですね、ブークのミサイル防衛システムですね、が、破壊されましたね。うん。アウディーユーカから、北東に行ったところ、10キロ、15キロぐらいかな。北東に行ったところをドカーンということで、ウクライナ軍が捕らえましたね。ということで、敵の武器がどこにあるのかっていうのを探知する能力は、これ NATO とかアメリカの支援を受けておりますので、ウクライナの方がやはり優位性があるなということ。そこを活かしてずーっとコツ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 壊し続けてきた結果ですね。どうやら、ウクライナに投入する必要がないようなものまでロシア投入せざるを得ない状況になっていて、それすらも今、破壊されてますよという状況でございます。やはりウクライナがですね、コツコツ積み重ねてきたことっていうのは、ここへ来て威力を発揮してきてるなというふうに思いますね。となると、期待すべきはこれからの反転攻勢ということになりますけれども、反転攻勢に向けてもいくつかの情報がございます。まずは積極護国情報さんです。よろしくお願いします。デンマークは来月ウクライナにカエサル自走砲を供給する予定でということなんですけれども、夏にはレオパルド1戦車の納入を開始し、
半年先には約100両のレオパルド1を供給することができるだろうということで、デンマークの、トロールス・ルン・ポールセン国防大臣代理が発表しましたということですね。で、これメディアセンターというウクライナのメディアになります。まだ新しいメディアですね。民間メディアになります。ウクライナはね、国営メディアはウクルインホルムだけなんですよ。それ以外は全部民間のメディアっていうことになりますけれども、まあ新しいメディアが報じてきましたってことなんですが、これ同じニュースをウクルインホルムも報じておりまして、ウクルインホルムの話だと夏までに届くっていう話になっていますね。一応慎重を期して、こっちのまあ半年先までにっていう方を一応選択はさせてもらったんですけれども、早ければ夏までに100両のレオパルド1が届くということですね。で、カエサルは、今月中に届きますので、またウクライナの戦車部隊がですね、どんどん増強されていく状況があると。ただし、春の反転攻勢までにはこの100両は全部は間に合わないというところも含めて、春の反転攻勢がいつ始まるのかというところはですね、なるべく余裕を持ちながら見ていきたいなというふうに思いますね。はい。その上でですね、その上でなんですけれども、ドイツのラインメタル社がまた動いております。JSF さんでございます。ドイツのラインメタル社がですね、ルーマニアにウクライナ向けの装甲車両の整備拠点を建設するということですね。で、レオパルドだけではなくて、マルダーとか、あとイギリスのチャレンジャー2の面倒も全部見てくれるということで、西側戦車の修理は任せろと。ということで、ラインメタル社が協力してくれるっていう情報も入ってきました。今年はですね、ここからまあ春の反転攻勢、いつから始まるかわかりませんけども、かなりウクライナが攻勢するに出る一年になるんじゃないかなということを予感させるニュースだということでございますね。少しずつ準備が整ってきておりますので、引き続きですね、皆様と共有を重ねていきたいというふうに思います。はい。では、ロシア国内の動きに行きたいというふうに思います。ロシア崩壊に向けて、地味だけれども重大なニュースというのが出てきました。こちら、共同でございます。ロシアで死刑復活論が再燃、侵攻後の対欧米関係悪化というニュースでございますけれども、ロシアは現在死刑が停止、モラトリアム状態になってますが、これを復活すべきだというのが、タカ派の人たちからやんややんやと意見が出てきているような状態だということです。しかし、ロシアのような独裁国家で死刑が復活してしまうと悪夢のような社会になります。どんどんロシアという国が分断していきますよという話でございます。まだ確定した話ではないんですけれども、これについてこちらのツイートですね、森岡先生でございます。よろしくお願いします。早稲田大学かなの哲学とかそっちの方の先生でございますけれども、これは地味に重大なニュースということですね。全体主義国家で死刑を復活させると、政権の反対勢力や政権から見た政治犯をいろんな理由でどんどん死刑にするという悪夢の社会になるということを言ってます。日本だとあんまりピンとこないけどね、ということなんですけれども、まあ、悪夢のような社会になってしまう。しかしですね、待って先生と。そんなもんじゃないですよ。もっと悪夢になりますよ、ということで、このツイートを引用されている方がいます。こちら、ロタンさんでございます。それは、ちゃんとした法治国家の話でということで、まあ、なんていうんですかね、法機関を通じて死刑まで行くっていうこと自体が法治国家のが前提になっていると。もっとひどくなりますよ、って話。本当に悪夢なのは、もともと中途半端だった法治のタガが戦争口実にさらに緩み、治安機関が法の枠外で暴走しても表に出てこなくなることということですね。旧 KGB の奴らが勝手に人を殺し始めるよと。しかもそれは表に出てこないよ。それがロシアの国内で起こりますよと。ソ連時代はそうでしたよっていうことで、さらに悪夢のような国になりますよということですね。うん、これはまあロシアの国内混乱して分断待ったなしという状況になるんじゃないかと思いますが、じゃあどういう人が狙われるのかということなんですが、つい最近禁錮25年を求刑された方がいらっしゃいます。こちらですね、黒井文太郎さんでございます。よろしくお願いします。ウラジミール・カラムルザさんという民主派の議員の方ですね。元でいいのかな、元政治家の方ということになりますけれども、黒井文太郎さんでございますけれども、ロシアとかシリアの情報を発信されているジャーナリストの方でございます。私は国際政治を大学院でやってましたけれども、軍事が詳しくないので、実はちょっと前からこの軍事研究という雑誌を撮ってるんですが、最新号では奇弁と欺瞞のプーチン演説ということで黒井さんの寄稿がありますね。今回めちゃめちゃ面白かったですね。
ニッチな雑誌なので、強くお勧めはできませんけども、興味がある方はチェックしてみてください。その黒井さんのツイートなんですけれども、このカラムルザさんという方に禁錮25年の求刑がされました。その求刑に対して、カラムルザさんを支持する民主派の人たちが、自分の名前を晒してまで抗議をしたと。そういう声明を出しましたっていうことですね。で、これ、禁錮25年でこれなので、死刑が復活して、例えばこういう方が死刑になりますってことになると、さらにロシアの国内は荒れていく。分断が進んでいくんじゃないかなというふうに思います。ちなみに、このカラムルザさんという方がどういうことを主張している人なのかということなんですが、この方は2017年に毒殺されかけてます。毒殺されかけているような人なんですね。そこをなんとか生き延びたんですけれども、まあ、去年、1年前ぐらいに拘束されてしまったという方なんですけれども、この人がですね、拘束中の期間なんですけれども、スイスのメディアにインタビューに答えています。西側諸国はプーチンの共犯者ということなんですけれども、インタビューに答えている。で、このインタビューの中でカラムルザさんがどういうことを言ってるかというと、まず西側諸国というのは、まあスイスも含めてですけども、プーチン政権を認めてきたと。これ自体がもう共犯者だっていうかなり強硬なことを言ってます。で、このまま侵略戦争をした上でもプーチン政権というのを正当な政権として認め続けてしまうと、また1年後とか2年後とか、さらなる戦争が引き起こされると。で、それを抑えるためにはとにかくプーチン政権を正当なものとして認めるべきではないということですね。その上で民主的な政府というのを支持して、ロシア国内に民主的な政府ができなければいけないということを言ってます。じゃあそのためにどうしたらいいのかということなんですけども、ロシアの国内から変わらないとどうしようもないと。これはロシア人がやるべきことなんだということを言ってる。そんなことが現実に起こるのかなという気がするんですけれども、ロシア革命とかソ連崩壊とか、たびたびロシアではそういう信じられない内側の変革が起こるってですね。なので今回もそれが起こらないとは限らないという。そういう主張をされている方でございます。なので当然この人の禁錮25年に対してそれを反対する人たち、民主派となる人たちっていうのはこういう意見を共有されている方が多いんじゃないかなというふうに思いますね。その上でもし死刑を復活してこういう方が死刑判決を受けるってことになると、抵抗もより激しくなってくるということなので、ロシアの国内が分断していくような契機になるんじゃないかという気がするんですよね。その上で、まあ、強力な機関も動かないとどうしようもないということなんですけれども、実はですね、昨日かな、お伝えさせたニュースなんですけれども、平野さんのツイートですね、こちらでございますが、GRU の将校が寝返ったっていう話をさせていただきました。シベリア大隊を作るっていう話ですね。で、その動画の中では GRU というのを旧 KGB という形で分かりやすく紹介をさせていただいてるんですけれども、ちょっと複雑で、 GRU というのは軍についている諜報機関なんですよ。で、 KGB もありませんけれども、 KGB というのはその時代ソ連の共産党についている諜報機関なんですよ。で、中国もそうですけれども、独裁国家というのは国の上に政党が来るわけですね。なので KGB は当然この GRU を監視している上位に来るということで、事実上 KGB の統制下に置かれていたのが GRU ということで、旧 KGB という紹介のさせていただきとしたんですけれども、ライバル関係でもあったわけです。で、ちょっとね、シーンがわからないんだけれども、この KGB が GRU が創設された時にこれを警戒して、設立された初日に GRU を吸収して一回全滅させてるっていう、そういう話もありますね。ということで、基本的には対立構造にあるライバル関係でもあるっていうことなんですが、その GRU の将校がウクライナ側に寝返った。さらに言うと、GRU の内部にイギリスの諜報機関ですね、二重スパイとかそのスパイが入り込んでたっていう事案も過去には報告されております。こういう中で、旧 KGB の人たちが今クレムリンを牛耳っています。プーチンさんがそもそも旧 KGB ですから。で、軍事作戦をやって戦争を開始しました。つまりこれは KGB による戦争なわけですね。しかも戦果うまく、戦果が上がってきていない。なのに責任は軍に、責任がなすりつけられているような状況にあると。当然 GRU 側は面白くないということなので、これがですね、国が分断して死刑が復活して国がね、どんどん荒れてきた時に、ロシアの国内でですね、ぜひ活躍してほしいなというふうに思います。また、細かい情報になるかもしれませんけれども、ロシア崩壊に向けてですね、何かしら共有すべき情報がありましたら、引き続き共有を続けていきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。はい。では最後にトピックスを一つだけお伝えさせていただこうと思います。冗談みたいな話でございますが、ユリエッタさんでございます。よろしくお願いします。以前ご紹介させていただきましたけれども、ロシア人
人がクラウドファンディングで、まあ2万5000ドル、日本円で約330万集めて、ドローンを購入してロシア軍に提供しようとしていた。それをウクライナのサイバー部隊が見つけてハッキングをして、ドローンを購入する予定だったものを大人のおもちゃに切り替えてしまったっていう話を以前させていただいておりますが、どうやら大人のおもちゃが届いたみたいですね。おめでとうございます。でですね、それについて、またこう声明というか、記事が出てきておりまして、ロシアでですね、そのおもちゃを元手に、大人のおもちゃ屋さんを開くそうですね。で、300% の利益を上げて、3倍以上のドローンを買ってロシア軍に提供するんだっていう、そういうお話でございますね。うん。ということで、ロシアの国内に大人のおもちゃ屋さんが1個増えましたと。うん、珍しい兵器が一個ずつ減ってきてるんですけれども、大人のおもちゃ屋さんは一個増えましたというお話でございます。というところで本日の内容以上でございます。ご視聴ありがとうございました。